大見川駅は、新潟県柏崎市大和座大見川にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。ホームから望む日本海を同じく JR 東日本の駅である鶴見線の海芝浦駅、全赤線の陸前大塚駅などとともに、日本一海に近いところにある駅と言われる。プラットホームから見える、日本海に夕日が沈む光景は、日本一美しいと歌われる。 TBS テレビドラマ、高校教師や、ストロベリーオンザショートケーキのロケーションにも、使用されたのをはじめ、堀北真希出演のドキュメンタリー、その先の日本を見に、少女と鉄道、一筆書きの夏から7月9日放送など、様々なジャンルの映像作品に登場している。当駅の開設間もない1900年に制作された、鉄道昇華第4週北陸編でも、 見渡す空の海側降りては潮もあみつべしと歌われた。なお、当駅には臨時快速列車、古市の宿浦が記念撮影等のために停車するため、オリジナルデザインの駅名標が設置されている。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。両ホームは湖泉橋で連絡している。長岡駅管理の無人駅で海岸南急下に沿って設置されているためホームが狭い。 下り線の2番線側が日本海に面している。土砂崩れの復旧箇所2007年7月16日10時13分に発生した新潟県中越沖地震で、当駅に隣接した崖及びのり面の大規模崩落が起こり、プラットフォームの一部と線路、河川が土砂によって埋まるという被害を受けた。この被災により、海側プラットフォームの基礎が十数センチメートルずれ、 外側に歪んでしまった。復旧工事においては駅舎を撤去した上で、セメントサイロを建てるなど、かなり大きな規模となった。復旧工事の完了に伴い、当駅を含む最後まで普通となっていた柏崎柿崎間の運行を9月13日より再開した。これにより、中越沖地震による新越本線の普通区間は全て解消された。 新潟県では当駅付近の崖崩れが起きた箇所について、鉄筋コンクリートで固めたり、線路脇に鉄柵を設置したりして線路への土砂侵入を防止するなど、新潟県中越沖地震を受け、災害防止のための工事を本格的に進めた結果、2008年3月に全ての工事が終了した。2008年3月25日、地震で崩壊した旧駅舎に変わる。 新駅舎が落成し、供用を開始した。周辺には遊歩道が整備されており、恋人岬をはじめとした観光スポットが多く存在する。ありがとうございます。